伊藤隆信は元ホンダ研工業社長。静岡県出身。京都大学大学院工学研究科修了。以下はホンダ研工業の優化証券報告書より抜粋。NSX のアルミボディ、二代目アスコット、ラファーガの LPL を担当。特に NSX とは縁が深く、開発時には社内の反対の声を押し切りながらオールアルミボディを実現した。 2008年のリーマンショック時には、当時最終段階まで開発が進んでいた、後継モデルの開発中止を決定している。この決定には、研究所から、来訪拒否の連番状が出されるほど抵抗が根強く、スタッフを自ら説得して回ったと語っている。社長となった後も、時々ながら、愛車の CB1100 でバイク通勤していたという。 F1 レースへの復帰や久方ぶりの系スポーツモデルとなる S660 の発売などが評価される一方、社長就任直後に掲げた、早く、安く、低炭素でお届けする2016年度に世界販売台数600万台といった目標が現場へのプレッシャーにつながり、フィットハイブリッドの連続リコールに橋を発する品質問題の原因にもなったという見方もある。 2015年社長退任後は、公認社長に、や里とたがついた。ありがとうございます。